モテちゃダメよ講座。今回は川村美久が登場。川村です、お願いします。スタッフや共演者からモテすぎて仕事に支障が出ないようにモテないテクニックを伝授。しかしいましたね、モテちゃう子が。モテちゃう人いました。幸澤さん。あら、幸澤ちゃんいきなり。うわ、なんで湯たんぽは可愛いわ。嘘ですよ。なんでワタジョメンバーがモテ回答連発。鳥様の振りかけ。え、これモテる？今まで何をされてきたんですか？さらに私では判断しかねるんですけども。判断しかねる。あの田村さんの絵が、私あの動物の絵を描いてる。これ何？プロ歴史って呼ばないで。土曜深夜